私、みちこ役をやらせていただきました米澤なるみと申します。私自身も親っていうか、まあ、身内の人がそういうちょっと一時期そういう病気にかかってしまって精神科に行ったりとか薬処方してもらったりとかあったんで、まあまあ、どういう風になってたかなみたいに思い出しながら、やらせて、いただいたなと思います。まあ、そのお友達にまだ見てもらったりないですけど、私1回しか見てなくて、まあ、皆さんでちょっと映画関係者で見させていただいた時に、やっぱりその台本じゃ分からなかったその香川さん自身の伝えたい思いとかが伝わってきて、なんかこう、うん、ちょっと心に来るなとか、そういう思いがしたし、周りの方もみんなそう思ってたんじゃないかなと、はい、思っております。インドの映画祭とか、いろんな各国の人に見てもらっているので、なんかその、まあ、日本の方でこういう活動してる方がいらっしゃって、こういう思いで活動してるんだよっていうのを知るいいきっかけになったんではないかなと、はい、思っております。私は米澤なるみと申しまして、普段は、女優として活動しております。で、自分自身も一人芝居とか作演出でやったりですとか映画とか作ったりしてるので、まあ、香川さんとは、まあ、自主映画仲間ということで、まあ、これからも香川さんには素晴らしい作品を作っていただけたらなと、はい、また出演、依頼が受けたら嬉しいなと、はい、思っております。ありがとうございました。